皆さんこんにちは、ラクダ不動産代表の大西です。今日はですね、ラクダ不動産が誇る地域エージェントの方々も一緒に、買ってはいけないマンション、買ってはいけない人はこんな人だ、そしてぶっちゃけプロが明かす今は買い時かについて言及していきたいと思います。ということで、今日お話をさせていただくのは、ラクダ不動産首都圏で千葉エリアを担当していただいている大橋さんと、大阪エリアを担当いただいている岡田さん、兵庫エリアを担当いただいている奥田さん、そして東京で活躍してくれています皆さんご存知、村田さん、そして山木さんからお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず、今は買い時でしょうかと聞かれたらどうですか、村林。買い時です。もちろん物件によるんですけども、やっぱりですね、かなり金額は上がってる、ちょっと落ち着いてる物件もあるんですが、ただこの金利っていうのは今後ないかなと言いながら定期に続いてますけど、でもやっぱライフプランというところでは本当にメリットだなっていうのは感じてます。だけどその定期にでもやっぱ買っちゃいけない、損の方が大きいっていう物件があるので、皆さんその話をしてくると思うんで、条件付きで買いですというところですね、今買い時ですっていうふうに村林言ってくれたのは、マンション戸建てどちらもですか、それともどちらかですか。そうですね、マンションの方が買い時かもしれないです。ただ戸建てもいい条件のものであれば、やっぱ資産価値はキープできると思いますので、資産価値を低い金利で買うという意味では戸建ても買いかなというところですね。では大橋さんはどうですか。千葉 の担当してます大橋です。エリアと人生のシチュエーションによっても違うと思うんですけど、大枠で言ったら買い時だと思います。マンション戸建てとも。そうですね、マンション戸建てとも。今千葉エリアだとどっちの方がすごく動いてるとか好調っていうのは、なんか肌感覚と、いやデータで何かありますか。千葉エリアも南北に長いというか大きいの で、 そうです、ね、だいぶ異なるんですけど、特に東京に近いエリア、市で言ったら市川市ですとか船橋とか松戸とか、あと印西とかですね、そういったエリアは特にマンションの需要が大きいですし、やっぱり以前に比べると中古のマンションでも価格は上がっているっていうのがありますので、そういったエリアであればマンションがおすすめですし、でもう少し南部の方というか南の方で行くと、戸建てが中心のエリアですけども、木更津とかですね、そういったところは戸建ての価格も上がってますので、戸建ても千葉に関しては買い時かなと思ってます。分譲活発ですよね、特に木更津エリアとかですかね。そうですね、木更津ですとか、あと袖ヶ浦とか、元々の町づくりがですね、割としっかりしていて、駅から近いところに住宅地があったりするので、そういったところは都内に通勤する方にとっても、都内に通勤ができて戸建てでっていう方は狙いやすいエリアなんじゃないかなと思います。では大阪の岡田さんはいかがですか。大阪担当しております岡田です。買い時かどうかといえば買い時です。どこのエリアでも買い時の物件とそうでない物件というのは絶対ありますので、じっくりと物件を見極めていけば、まだまだ買った方がいい物件はいっぱいあります。いずれにせよ大阪市内とかではいい物件は圧倒的に不足しておりまして、ちょっとねどうかなという物件はだんだん在庫も増えてきてるんですけど、いいなという物件は業者間でも取り合いをしている状態で、ただそこの物件をね見極めていくことはなかなか本当に難しくて、それをいい物件を手に入れるということもですね、本当に難しいので、だからそういう意味ではね、いい物件に当たったらね即買うという、これぐらいの勢いでいいんじゃないかなと思ってますけど。その状況っていうのはマンション戸建て双方ですか。大阪ではやはりマンションの方ですね。戸建てはちょっとばらけてますので、あとは戸建て志向の方になると、買いか売りかっていうかですね、買い時かどうかっていうお話の根底にあるのが資産価値があるかどうかっていう話ですよね。今後も資産価値が保てて、売る時も損をしないかっていうのお話が前提になってくるかと思うんですけど、そういったお話だとやっぱマンションの方になってくるのかなと思います。戸建ての場合はやはり資産価値があろうがなかろうが住みたいところに住むという方も多いので、そういう方に資産価値がどうのこうのちょっと逆にですねどうかなっていうところもあるので、資産価値を中心の方についてはやはりマンションと同じようにエリアを限定して、損しないエリアのものをいいものを買われたらいいんじゃないかなと思います。岡田さんおっしゃるような物件種別によるその思考みたいな部分っていうのもありますし、おそらく買い時かどうかっていうふうなこと、桜事務所の方でもよくご相談いただくのは、その背景にあるのはマンションを中心としてどんどんこう価格が上がっていくと、この上昇みたいなところがいつ天井になるんだ、下がるタイミングがあるんじゃないかっていうところから、じゃあ買い時っていつ来るんだろうかみたいな話があるんですけど、そこのところはさっき村田さんの方が言ってくれたように、圧倒的なその低金利なので物件
券価格のその上昇みたいな感じのところよりも低金利の享受っていうようなところがまだ見込める間は買いたいというふうな状況が自分の中にあり、かつ買える状況、ローンを無理なく組めるっていうようなそういう状況があるということを前提にこの後みんなで掘り下げていきたいわけなんですけれども、ちゃんとエリアや買ってはいけないこういうポイントみたいな感じのところをきちんとつぶさに見極めた上で物件を選べば買い時だと、皆さん同じような方向性で話をしてくださってるのかなというふうに思いつつ、ここで神戸の奥田さん、これ今かなりの同調圧力かかってる状態でご覧になってる方もこれ買うことを勧める動画なのかとちょっと誤解を招く可能性があって、そうですね、正直買い時じゃないと言いたいんですけれども、はい、その根拠を示せと言われるとなかなかないんですよね、うん、僕も村さんがおっしゃられた内容の通りで、いつもは長島さんと大西さんも動画でアップしていただいているように、世界を見た時の金利の上がりっぷりに比較して、うん、まだ 0. 何パーセントっていうようなところで住宅が買えてしまうっていう、異次元ですよね。異次元ですよね。結構長い年月この状況が続いているので、日本の皆さんって 0.5 とか、まあ、今3とかね、当たり前のように思ってらっしゃると思うんですけど、やっぱりこれが異常だっていうふうに思った時に、うん、まあ、どのタイミングでやっぱり世界に合わさっていくのかって考えたら、この安い間に買った方がっていうような考えには至ってくるのかなと。で、一つやっぱり日銀の総裁が変わるっていうタイミング、あの前後のところで日本も上げていくんじゃないかっていうような状況とか、そういう予測があったんですけど、結局上がらなかった。なので不動産もやっぱり連動して価格もこれから上がっていくのか下がっていくのか、まあ、いろいろ予測はあると思うんですけど、首都圏とか都心なんかはやっぱりまだ上がっていくんじゃないかっていうような予測も立ってる中であれば、やっぱり今買い時なのかなとは思いますし、やっぱさっき大橋さんもおっしゃられたんですけど、不動産探してる個々人のライフプランの中でやっぱり買いたい時に買うっていうところかなと。全てはそこに尽きるので、今は買わないでおこうって言ってですね、子供さんが小学校に上がると、あの学校に絶対生かしたいっていう方が、うん、いや今買い時じゃないから買わんとこうみたいな話でね、うん、待っといていいのかっていう話だと思うんで、やっぱすごくこう自分のこうニーズにマッチする物件が出てきたら、ある程度そのローンも含めて無理なく買えるんであれば買いたい時に買うという話かなと思うんですよね。金利っていうのがもう大きいですよね。今の日本においてもなかなかドラスティックに金利を上げていくっていうようなことが難しいなというふうな状況が見える中で、大手銀行はさらに金利の下げ競争を加速させているみたいなところもある中で、異次元の金利を無理ないご本人の状況で享受できるということがあるのであればね。では山木さんいかがでしょう。改めまして山木と申します。私主に神奈川の西部を今まで担当することが多かったんですけど、皆様と同じ答えでやっぱり買い時かなと思います。昨年の暮れぐらいからこう市場にどんどん在庫が積み上がってきて、買いたい物件がどんどん買い主さんの方で出ても買えない状況がすごいずっと続いてたんですけど、ようやく選ぶぐらいの時間はできてきたのかなと。買い主さんにもこう選択権が出てきたっていう意味では買い時かなと思います。その観点もすごい大事だなと私思ってまして、これ1年前とかだと過熱が過ぎてですね、エリアにもよるんですけれども、でも基本的には買いたいというふうに言っても、今までだったら競合が入らないような物件に2人3人って入ってくる中で急ぎ検討しなきゃいけない、あるいは買えないっていうような状況、過熱気味な状況があった中で、今はごくごく一部のエリアですね、都心3個5個ぐらいまでかなを除くと少しペースがゆっくりになってきていて、冷静な目も持ちながら買いたい物件を、まあ、手を伸ばしていくことができる状況と、まあ、そういうところもあって、そういう意味での買い時っていうふうなのも大事なご意見だなというふうに思いました。そんな中で冷静に見る時間もやっと出てきたところで、プロだったらこんな物件には手を出さないとか、ここは要注意だみたいなところを聞いていきたいと思います。じゃあ奥田さん、こんな物件買わないっていうのにカテゴリーしてしまうのがちょっとそういう物件を持ってらっしゃる方にとってどうなのかって考えると申し上げにくい部分はあるんですけど、マンションに関して言うとやっぱり少なすぎる、個数が少なすぎるマンション、もうこのマンションに関しては、まあ、修繕積立金管理費のですねスケールメリットがこう出せないと、まあ、簡単に言ったら10個しかないマンションで1人の管理人さんを、当初高級分譲マンションとして分譲されているものであればやっぱり管理人を置いてた、最初は置いてたと。それ高級感は漂わせてて、で10人
人で1人の管理人さんを雇うのと、うん、やっぱり50戸のマンションで1人の管理人さんを雇うのと全然違うわけですよね。で、修繕の時も同じなんです。大規模修繕の時もスケールメリット出せないっていうことなんで、やっぱり小さすぎるマンションに関してはよほどやっぱり自分の何かしらのニーズとかですね、その今の学校区であるとか、うん、まあ、そういったところにマッチをしてないと購入は、まあ、かなり慎重にやった方がいいのかな。神戸ってそういう物件結構ありますよね。私もあの低層で小ぶりの物件ってあの本当に素敵だなって思うんですけど、本当お金かかるんですよね。それが、まあ、むしろ今管理人さんがいないとか宅配ボックス置いてないとか、うん、そういう状況って本当どうなんだろうと。で、そうなるとどんどん逆に広くて高級感が、まあ、広いから少なかったりするんですけれども、うん、それがどんどん安くなっていって、うん、管理費積み立て金がどんどん高くなって総額は低いのに毎月の負担が高いということで、うんうん、じゃあお若い方買わないとかいう風になってどんどん売れなくなってしまうっていうような感じのところがありますよね。で、あと戸建ての話もこれもまたなかなか申し上げにくいんですけれども、私の個人的な意見で言うと新築とかですね、いわゆる事業主から買うっていうのは、まあ、自分は不動産屋なんでやらしい考え方ですけど、やっぱりいろんな利益がいっぱい乗ってるわけですよね。だからやっぱりそこはこう天の弱に売り主の儲けがいっぱい入ってるものを、だから僕なんかプロなんで自分はこうどうしても買うときは一般の方から中古で買って、うん、そこがこうフェアプライスのところで買えたらなっていうのはあるんですけれども、うん、まあ、なので新築はどうなのかなっていうふうに自分は思ったりはするんですけれどもね。ただ今中古のマンションもそうですし、土地なんかも皆さん土地から自分でハウスメーカーで建てたいっていうニーズの方って多いんですけど、うん、やっぱ物件って回ってこないですよね。基本はもう事業主の方に行って建て売りになるというのが、うんうん、まあ、前世なので、まあ、そこを否定するとなかなかね難しいと思うんですけれども、うん、まあ、そこの見極めっていうのは、うん、まあ、いりますよね。新築を買うなという意味ではなくて、やっぱり適正な値段なのか、めちゃくちゃ高く出してるんだったらしばらく掘ってたら値段下がってくるんじゃないのかとか、そういうケースって結構あると思うんで、その辺の見極めをされてもいいのかなと思いますね、うん、業者さんが売ってる、まあ、利益を乗せてる物件みたいなところでいくと、まあ、マンション戸建てともにだと思うんですけれども、まあ、いわゆる買取再販っていって古い物件をですね、あの業者さんが買い取って綺麗にちょっと内装とかをしたりして再販してるっていう物件があって、まあ、それもちょっと利益乗ってますよみたいな感じの話はあって、まあ、それは最近はどちらかというと買い取る価格自体が上がっていってるので、その利幅が詰まってるみたいな感じのところはあるんですけど、マンションだとまだあの構造区体をいじってるわけではないのでシリアスな問題って少なかったりはするんですけど、戸建てだと買取再販のところで桜事務所 の, あのインスペクションの観点から見るとですね、あのやってはいけないことをやってしまっているっていうリフォームリノベーションの事例っていうのをよく見ます。そこはどんな事業者さんがどういうリフォームを加えて売ってるのかなっていうところは運用したいところでもあるなというふうには思ったりしますね。では次は岡田さんお願いします。買ってはいけないマンションですね。奥田さんもおっしゃってましたけど、ちょっといろいろ差し障りがあるんでですね、詳しくはお会いして説明したいと思うんですけど、